はい、こんにちは、伊豆森です。本日はですね、第3弾といたしまして、河合克行、河合安里に対してですね、東京拘置所というのはどのような生活が待っているのかということで、お話をしたいと思います。これは10年以上の前の話ですから、今現在がそうなっているとは限りませんけれども、まあ大方参考にしていただければと思いまして、これを作成いたしました。まずですね、棒なんですけどね、檻の中です。東西南北は私はちょっと分かりません、中に入ってただけですからね。外から中に入って、中から外に入れば、大体、ことが1回でもあればですね、東西南北の感覚が大体分かるんですけれども、ただ中に入っているだけではやっぱり分かりませんということで、お話を聞いていただきたいと思います。まず各階なんですが、同じような作りだと思いますけれども、大体、このようにですね、細長いような感じになってるんですよ。それでこの右側に各棒ですね、ここも棒、ここも棒、棒、棒って、一つの階にですね、どのくらいでしょうね、ちょっと数は今覚えてませんけど、ここからここまで、片っぽだけで約20から30部屋あると思います。ですから60部屋か70部屋ぐらいはあるんじゃないかなと思います。で、一つ一つの、棒は、壁で区切られていますから、あまりですね、隣の部屋の人がどうのこうのしてるっていうことが、音が漏れてきたりとか気になるっていうことは特には私の場合はありませんでした。そしてですね、この大体30なら30の真ん中あたりにですね、右側にですね、缶の待機する部屋があるんですよ。要するにここで仕事するんですね。何かを持ってきた、持っていくって言った時に、ここで、まあ事務室みたいなものになってますね。ここに常時2人の缶が、詰めております。それで立って仕事をしているんですね。で、呼び出しがあったらこっち行ったりあっち行ったりとかします。そしてこの缶のですね、真ん前に入浴場があります。3つぐらい部屋があったかな。2つか3つぐらいだったと思います。で、入れ替わり呼ばれて入りました、また帰りました、次の人が呼ばれましたっていう形でやっていくんですよ。で、朝も、こう、天候をこういうふうに順々に、はい、何番、何番、何番ってやっていって、ずっと一周してくるという形ですけれども、それで、一番端のこちら側にですね、上に登る階段がありました。そしてですね、こちら側が、主に出入りするとこでしたね。ですから、面会に行ったりとか、何かしたりするのに、行き帰りするのには、こちら側の扉から常時出入りして、そしてこちら側のエレベーターで、何階かまで下がって面会に行くという感じでした。そしてですね、面白いことにですね、なんかやっぱり決まりがあるんでしょうね。こっちのエレベーターで下ってきたら、こっちのエレベーターで登ってくるとか、あとは例えばね、このエレベーターでこの階まで、エレベーターで来るんだけど、そこからはなんか階段で来ると、階段で登っていくとかね、なんかそういうことを確かやったような気がします。だからおそらく、まあ推測の域を出ないんですが、自分が何階にいるかとかね、逃走防止のためにね、どっちへ逃げたらいいんだろうって分からなくするために、もう最初から移動するのには、そういうものを覚えさせないようにっていうことでやってんではないかなと思いました。で、私の場合は11階だったと思います、確か。だからその下の階もその上の階も全くわかりません。多分一番上の階だったんじゃないかなと思います。で、階によって何らかの種別っていうか区別があるみたいですね。重要犯は上に来るとか、殺人犯は上に来るとか。ちょっと私の11階は特別な人が多かったですね。そしてですね、もし例えばですよ、河合安里がここに、ここの棒に入ったとするじゃないですか。そうすると、おそらく推測なんですが、この右隣と左隣はおそらく空棒にすると思います。河合克行の場合は同じで空棒にすると思います。そして、多分ここの階は男って言ったら男だけで女は絶対に入れません。
女の人とすれ違うことも一切ありません。だからおそらく塔自体が男と女とは分かれてるんじゃないかなって私は思いますけど、まあ、女性の姿を見たことも匂いを嗅いだことも一切ありません。まあ女が好きじゃない私としては、まあ快適な環境でしたけど、女の人が好きとか男の人が好きっていう人はちょっと耐えられないかもしれませんね。やっぱり男女仲良くしたいっていう人にはですね、ということです。そしてですね、この部屋と部屋の間の廊下、これすべて廊下になっているんですが、どのくらいあるのって言ったらですね、これ車の絵なんですけど、私の汚い絵なんですが、車をですね、縦にこういう風に入れて、これ前の車輪、後ろの車輪、これを普通乗用車をこういう風に真横にしても、ちょっと若干隙間が上下に、前後にあるくらいの広さでした。ですからかなり広いと思います。4メーターぐらいっていうのかな、5メーターぐらいっていうのかな、ちょっと普通乗用車が何メーター、車幅があるかわかんないんですけど、ほぼ、ですからまあクラウンとか、何ですか、カリーナとかカローラとかね、パトカーが1台ここに入っても余裕があるぐらいのこの間は広いですよということです。はい、では次に移ります。で部屋の中なんですが、部屋の中こっから入るじゃないですか。ここが出入り口なんですよ。で透明のガラスっていうかプラスチックみたくなっていて、通りの人は、周りは見えます。要するにこっからこっちを見た感じですよね。で頭はですね、多分ですけど頭は通り側にね出してなきゃダメなんじゃないかなと思いました。僕はこっちがいいよとかっていう勝手は、まあ、許されないと思いますね。河合克行も、いや俺はこっちだ、俺はこうやって布団引くぞって言ったらおそらくそれはダメです。はい。そして荷物なんですが、荷物の制限はですね、だいたいキャリーバッグ、旅行に行くときキャリーバッグありますよね。キャリーバッグ1個分です。1個分以上のものをここに置いとくこともあるんですが、移動するときとか刑務所行くときには、それ以上あったら制限されて廃棄されちゃいますから、昔はトラック1杯あったなんて言って、トラックでね出所したら荷物を取りに行ったなんていう話もあったようなんですが、今は、まあ今という平成22年ぐらいかなの時には、もうすでにダメでした。このキャリーバッグに入らないものは、まあ、基本的にはダメですよと。だいたいこのキャリーバッグっていうのはどのくらいかっていうとですね、通常の、この通勤カバンあるじゃないですか。公務員がよくか、こうね、こんくらいの、こんくらい、こんくらいか、こんくらいの通勤カバン、黒いですね、こう手提げカバンが、これぐらいの横幅でですね、高さはですね、だいたい、身長170センチぐらいの人で、ももの、なんていうの、大腿骨っていうんですか、大腿骨ぐらいの、よか若干低いぐらいの高さで、奥行きも、約ですね、36センチぐらいかな。36センチぐらいの、奥行きのキャリーバッグの中に全て荷物を収めるようになってます。ですから、展望っていうのがあるんですけれども、例えばですね、先ほど、述べましたように、こちらの、例えば、ここの部屋に入ってるとするじゃないですか。これで半年続いた、1年続いた裁判がっていう人もいると思うんですよね。中には、2、3ヶ月っていう人もいるんですけど、まあ、月日は分かりませんけど、1ヶ月もしくは2ヶ月ぐらいの間に、が経つとですね、お前はこっちの部屋へ行けて、今度はこっちの部屋だとかって言ってね、転望するんですよ。部屋をね、移動するんです。まあ本人も毎回毎回ずっとここじゃ飽きちゃいますよね。外へ出ることないんですから。だから気分転換の意味もあるのかなとか思ったりもするんですけど、まあちょっと気が晴れるっていう部分ではいいかもしれませんね。それで、こっち側にいた時から、こっち側、こっちからこっちへっていう時があるんです。で、そういう時に、このさっき言ったキャリーバッグを持って、移動すると。で、あと布団とかそういうのも全部自分でこれ運ぶんですよ。缶は手伝ってくれませんから。
腰が痛いとか障害者の人だったら手伝ってくれると思います。でも基本的には布団もから何から全部自分でこっちからこっちへ移動する、こっちからこっちへ移動って言ったらこっからこっちへ荷物を運んでいくということは自分でやります。これは刑務所でも一緒です。そしてさっき言い忘れたんですが、じゃあこちらの通路じゃない反対側どうなってるかっていうと、前に述べたようにここは窓になってるんですね。で窓で外は見れます。でここですね、缶が見回りのために通れるようになってるんですよ、ここ。ちょっと、どんくらいかな、人一人通れるかぐらいかな。ここ通れるようになってます、はじめ。そして、さらに要注意人物はですね、この缶の近くに、こことかね、すぐ何か行った時も来た時も、何やってるかって様子を伺えるように、この近くに、持ってこられるようです。要注意人物はね。で、私の場合はですね、なぜか知らないけど、一番初めの時はここで、その次はここだったんですよ。それでここに入った時窓が汚かったもんでね、こう窓が汚きゃね嫌だから、きれいにしてくれませんかって言ったらですね、ここの缶が良心的な気持ちのいい人でですね、まあやってくれる人とやってくれない人といるんでしょう、おそらく。これやらなきゃならないっていう決まりはないんでしょうから。そしたらですね、こんくらいでいいかいって言ってね、きれいに拭いてくれました。で、っていうのはなぜかっていうとね、外っていうのはね、ほとんどね、拭いてくれるのが半年に一遍か一年に一遍か何とか決まってるんでしょうけど、もう埃がついたらついたままで、やっぱり外を見るのにですね、曇ったような形で見えるのと、きれいな形で見れるのとやっぱ違うじゃないですか。で動画見るときでもそうですよね、画像が悪いので見ないよか綺麗なもので見たいじゃないですか。でましてや刑務所、まあ、拘置所の中に入っていてやることもなかったら、やっぱり外、気分転換に外見たいなと思ったときに窓が土ぼこりで汚れていたったら、やっぱりどんより気持ちもしてきますよね。ですから私の場合はすいませんけどって丁重にお願いしたら、ここ拭いてくれました。でも他の地方の拘置所かはよりは、前にも言いましたけど、かなり綺麗だと思いますよ、ということです。それで、先ほどの話にまた戻りますけれども、それをキャリーバッグをどっかに置きますと、それで、この奥の方がですね、ここは人間が通る、刑務所の職員がこう外からも見回れるようにっていうと通るところなんですけど、この窓のところが、ここからですね、下の素材が変わってるんですね。確かコンクリートだったかな、通常はコンクリートなんですけど、東京拘置所はもしかしたら床、フローリングかもしれません。こことここと生地が違ってるんですよ、床のね。そしてここサンダルを履いていくと思いましたね。そしてサンダルを履いて、ここのところは、便器があるんです。当然洋式です。そして洋式の便器のところについたてが置いてあるんですよ。中からこっちが刑務官が見ても、まあ、腰から下のね、性器とかそういうところは一応、個人のあれだからね、侵害しないようにしましょうっていうことなんでしょうね。で、ついたてがあります。ついたちの幅はですね、完全に体が隠れるぐらいのこの幅はあります。ところが、高さはですね、どんくらいだったかな、人間が座ってですね、肩幅か、もしくは、まあ、170センチぐらいの人間が便器に座って、肩幅ぐらいか、肩幅より10センチか20センチぐらい低いぐらいですかね。ですから、まあ、用を足しているところの重要な部分が、から下がそっくり見えないと。だから足も当然見えないようになってました。板としてはね。それを最初こっちに置いてあるんですけど、使うときだけこっちに移動したりとか、あとはもしくはずっとこっちに置いておくとか、そこら辺は自由であんまりなんか注意されたとかっていうことはありませんでした。以上がですね、簡単にですね、河井案里、河井克行がですね、東京拘置所の中に入って、どのような棒で、どのような雰囲気で生活しているのかと、これからすることになるのかということについて、若干に参考になればと思って、動画を作成いたしました。では、この次にはですね、機会があればより、また詳細なね、別の観点から見た何か補足することがあれば動画を作成していきたいと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。